もみの木の吊り橋ですね。もみの木吊り橋は以前はかずら橋でもみの木川を渡る生活道として利用されてきました。現在は地元の杉や栗の木を使った橋に掛け替えられ、親子橋として上段の大きい方が綾取橋で、橋長72メートル、高さ35メートル、下段の小さい方が尺投げ橋で、橋長59メートル、高さ17メートルあります。この2つの橋は日本の主計分の上に丸太の床板を直接乗せてあり、橋の安定は株にトラスト状に張った耐風柵及び輪柵によって保たれています、というふうに書いてありますね。一面に春の、これはアザミでしょうかね、春の花がいっぱい咲いてますね。今から橋の方に来ます。すごい、これも長い橋ですね。すごい岩肌が見えてますね。下はすごい深い渓谷です。流れてますね。Thank you.